こんにちは、タガタミくんです。このチャンネルでは、エアガンの射撃、比較、対決など、ミリタリー関連の動画を配信しています。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。いやー、ついにやってきますね。楽しみじゃないですか。何があって？来年の話なんですが、マルシンの44オートマグ、クリントワン、ガスブローバックが、フルストローク化、6ミリバージョンになって発売されるんですね。嬉しいですね。はい、こちらが2016年に発売されました、44オートマグ、8ミリバージョンです。そしてこちらが2019年に発売された8ミリバージョンです。マルシン製44オートマグには、6ミリバージョンというのは今までなかったんですね。かつは必然的にこの8ミリとこういうことになります。10項目ですみません。はい、ちょっとご覧ください。はい、これが8ミリバージョンの銃口部分です。いかがですか？大きな8ミリ BB 弾が通るインナーバレルのおかげで迫力のあるフォルムです。こちらは丸い製の6ミリ BB 弾仕様のエアコッキング44オートマーです。ご覧ください。6ミリのインナーバレルが銃口から見えます。まあ、おそらく来年度に発売されるであろうマルシン製の6ミリバージョンもこのようなスタイルになるのではないかなと。こちらの8ミリ BB 弾ではダメだったなと、そういうことなんですが、いや決してダメではないんですね。そんなに 8mmBB 弾に不満を持っていたわけではないんですが、 8mmBB 弾は確かに 6mm にはないダイナミックな射撃とドスンという重々しい着弾音が楽しめる非常に素晴らしいモデルだと思ってます。まあ、しかし唯一難点を挙げるんであれば、球弾数量が多かったかなと。こちらのオートマグなんですが、はい、スライド量はこれくらいになります。こちらのマガジンにこのように8mmBB 弾を入れまして、こんな感じで打つわけなんですが、マガジンが冷えてくると、スライドの後退不良が起こります。つまりこのぐらいしか後退しないと、こういう状況になりますね。そうすると 8mmBB 弾は、大きいということもあって球弾されなくなります。来年度に発売されるであろう44オートマグクリントワン、こちらはフルストローク化という、大変嬉しい機構がついております。フルストローク化されれば少なくとも球弾不良はあまり起こらないのではないかと、そう期待しています。以前出した動画で 8mmBB 弾仕様のオートマグが新品で手に入るのはおそらくこれが最後だろう。次にオートマグが発売されるときは6ミリ仕様に変更されるんじゃないかなと、そう思ってました。今回はですね、6ミリ BB 弾が発売される前に8ミリ BB 弾の、44オートマグ、こちらを打ってみたいと思います。
今回こちら 0.35g バイオ BB 弾、こちらを使います。500発入りで税抜き1460円です。はい、先ほどから日は昇ってきてるんですが寒いですね。7度。7度ね、打てますかね。マガジンは先ほどから温めておいて25度ぐらいになってます。いけませんね。もうちょっと日が昇るまで待ちましょう。はい、あれから1時間経ちました。気温は9度まで上がりました。あんま上がってないですね。いや、打てるのかな。何はともあれやってみましょうね。60.97。 69.03。 63.4。 8ミリのガスブローバックを寒い時期に野外で打つと、これはもう防御以外の何物でもないんですが、マガジンは日向に置いたんですが冷たい。気温6度下がっちゃいましたね。まあこの気温なんで
能力発揮できるとは思えないんですが、とりあえず5メートルからペーパーターゲットを打ちます。マルシン44オートマグ5メートルでのペーパーターゲットの結果です。はい、1,2,3,4,5 ですね。ここ2つ、打ち急いでしまいましたがね、マガジンが冷えてくるとまた球団不良が起こるかなと思って、まあそれでも、そこそこいい結果ではないかなと思います。おそらく、この気温でしたんで、まあ実力は出し切れなかったんだろうなとは思いますね。44オートマグ私は大好きな銃なので、この気温で、無理に登場してもらったのはちょっと申し訳なかったかなと、そう思いますね。